バンジャルマシンはインドネシアの南カリマンタン州の州都である。川の都市という愛称がある。時にバンジェルマシンとも呼ばれた。バリート川とマルタプラ川の合流地点近く三角州の島にある。欠片の気候区分では熱帯雨林気候に区分される。一年を通じて降水があるが、11月から4月は特に降水量が多い。気温は 雨季の間若干最高気温が下がるものの1年を通じてほぼ一定である。オランダは19世紀にバンジャル王国の首都バンジャルマシン地域へ干渉を始めた。1850年に王家の中に対立が生まれ3つのグループに分裂した。オランダはこれを利用し王国の政治に介入し始めた。1851年。 オランダはその中の一つのグループを懐柔し、パンゲラン・タムジドラーを王に任命した。しかし、その王は民衆に支持されていなかった。1859年にグループ同士の争いからバンジャルマシン戦争が起こった。オランダは前に擁立したタムジドラー王を廃位し、アンタサリ派のパンゲラン・アンタサリを擁立しようとしたが拒否された。この時、オランダは 本社機能をマルタプラへ移した。1860年、オランダはこの地域全体を支配地域にしてしまった。1862年、オランダは民衆に支持されているヒダヤトゥーラー派のパンゲランヒダヤトゥーラーを捕らえ流刑に処した。しかし、戦争は終わらなかった。その後の戦争で民衆に任命されて王となっていたパンゲランアンタサリーは傷を移動年死去。 した。その息子たちによって、オランダに対する抵抗運動は続けられた。1942年2月10日、日本軍によって無血占領された。戦後、1947年から1948年にかけて、オランダによる BC 級戦犯に対する裁判が開かれ、10の裁判で30人が被告となった。そのうち11人に、 死刑判決が下されている。連合国軍による現地人との面倒しですり抜けて日本に戻ってから現地に戻されて処刑された者もいた。当時の憲兵隊などは現地人に対して威圧的な態度と行動が現地人の反感を海面倒しで処刑された。1945年8月15日、日本がオランダを含む連合国軍に降伏し、念願の独立が 保護になることを恐れたスカルノラ民族主義者は同17日ジャカルタのプガンサンティムール通り56番地で独立を宣言した。しかしオランダはこれを認めず最植民地化に乗り出したオランダと独立戦争を戦うことを余儀なくされた。またこの独立戦争にはスカルノやハッタラインドネシアの民族独立主義者の理念に共感し 軍籍を離脱した一部の日本人に1000人も加わって最前列に立って戦い、その結果1000人が命を落とした。独立戦争は4年間続き、オランダに対する国際的な非難は高まっていった。最終的にインドネシアの共産化を警戒するアメリカの圧力によって、オランダはインドネシア独立を認めざるを得なくなった。 1949年、インドネシア独立。1949年12月に、オランダ・インドネシア円卓会議で、インドネシアはオランダから無条件で、独立承認を得ることに成功した。空港、ありがとうございます。